国鉄多岐 18,700 系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍している私有貨車である。本形式は、酢酸及び無水酢酸専用の35トン石タンク車として1970年6月24日から1976年11月2日にかけて3ロット5両が日本車両製造、富士重工業の2社で製作された。記号番号表記は特殊表記符号、こう前置し、小滝と表記する。本形式の他に酢酸を専用種別とする形式には、他3100系、他無2400系、他酢5200系、他木3700系の4形式が存在した。落成時の所有者は、共和発酵工業、内外輸送、日本石油輸送の3社であった。1970年10月13日に、共和発酵工業所有者2両は、内外輸送へ名義変更された。1979年11月20日から1983年12月21日にかけて内外輸送所有者3両はダイセル化学工業へ名義変更された。35系に属するステンレス鋼製のタンク体に厚さ 100mm のウレタンまたはグラスウールの断熱材を巻き、薄鋼板製またはステンレス鋼板製のキセ、加熱管が設置された。二訳方式はマンホールまたは液入れ管からの上入れ、空気管と液出管を用いた空気圧による上出し方式である。1979年10月より化成品、分類番号、年進38が表記された。全長は 11,800mm、全幅は 2,720mm、全高は 3,845mm、台車中心間距離は 7,620mm、自容積は 34.3 立方メートル、自重は 17.9 トン、換算両数は、積車 5.5、空車 1.8 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車が JR 貨物に継承され、2010年4月1日、現在3両が在籍している。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナンバー840、増刊鉄道車両年間P107。ありがとうございます。